6月19時頃、T シャツ短パン姿というラフな格好で都内の高級マンションから姿を現したのは、人気ダンス&ボーカルグループ、ダイスのボークのボーカル、大野雄大34だ。梅雨真っ只中ということもあり、土砂降りの雨が降る中、大野は傘を持たずにマンション近くの軒下で雨宿りを始めた。10分ほど経ったところで、同じく大野が出てきたマンションから、スラッとしたロングヘアの美女が出てきた。傘を差したその美女が大野の元に歩み寄ると、自然と大野の顔が柔らかくなる。合流した二人は、相合傘をしながら、雨が降る街を歩き出した。大野は、とにかく明るいキャラクターのムードメーカー。変顔を披露するなど、天然な一面もあるのですが、マイクを持つと、その歌声で魅了する。そんなギャップが、多くのファンの心を掴んでいます。アーティスト活動だけでなく、自身の趣味でもある釣り番組のレギュラーを務めるなど、幅広く活動しています。同然渡辺美由紀の同性交際を報じている。その直後、ダイスのインスタグラムの生配信で、花村が、お騒がせしてすみません、と切り出すと、大野は、騒がせたねえと、笑顔で茶化し場を和ませていた。そんな明るいキャラクターも、大野の人気の要因だ。すごくいいことだと思います。大好きなグループのボーカルです。独身だし、誰と付き合ってもいいではありませんか？なかなかヒットが出なく、苦労したみたいだし、最近はヒットも次々と出て、公私とも充実していると思います。いいやん、ダイスはアイドルじゃないから、プライベート犠牲にする必要はない。雄大くんが、というか、メンバー皆が幸せになってほしいし、それが作品やライブにも還元されると思う。ダイスの曲は、とにかく SNS でバズる。レコード大賞を受賞した楽曲のシトラスもそうですが、昨年配信したスターマインは TikTok で累計5億回再生を記録しています。W ボーカルの大野と花村の高い歌唱力がその人気のゆえんでもあります。音楽関係者ダイスといえば、2014年にメジャーデビューし、2021年には楽曲シトラスで第63回レコード大賞を受賞。大野は同グループの花村総夫とし32と W ボーカルを務める一方で、ソロとしても活動を展開している。